フリードリヒ4世は、ザクセンゴータールテンブルク公。フリードリヒ4世は、ザクセンゴータールテンブルク公エルンスト2世と、その妻で、ザクセンイコールマイ人間公、アントンウルリヒの娘である、シャルロッテとの間の三男として生まれた。1788年から1790年に、かけて、兄アウグストと共に、ジュネーブに留学している。フリードリヒは、哲学、 国家法、歴史を学んだ。フリードリヒは兄とは違い、控えめでお人好しであり、民衆から好かれていた。また講師は非常に人気のある歌い手でもあった。下の息子であるフリードリヒは父によって軍人となるよう育てられ、1785年にはオランダ軍に陸軍大佐として入隊した。彼はフランス革命戦争戦い、1793年には 砲弾を受けて重傷を負った。フリードリヒはこの傷に長く苦しめられ、残りの人生をずっと当時場で過ごすことを余儀なくされ、ついにはこの傷が原因で死ぬことになる。1804年から1810年までフリードリヒはローマで暮らした。教皇ピウス7世は彼にオベリスクのミニアチュールを贈呈している。1814年、フリードリヒは ザクセンゴーダールテンブルク家の歴史の中でただ一人、イタリアにおいて、ローマカトリック教会に改修した。ローマ滞在中、フリードリヒの健康状態は目に見えて回復していった。フリードリヒはエジプトやオリエント世界に強い関心を持っていた。彼はドイツ人探検家、ウルリヒやスパー・ゼーツ,エッツェーンのオリエント旅行における最大の講演者であった。フリードリヒが、 イタリアで収集した美術品や古代の遺物は現在フリーデンシュタイン上の美術コレクションの一部を成している。1822年に兄アウグストが男子を残さずに死ぬとフリードリヒはフリードリヒ4世としてザクセンゴータールテンブルク公国の統治者の地位を引き継いだ。傷病のために広告外の当事場で長く過ごさねばならなかったフリードリヒは公務を取ることは ままならなかった。広告の統治は、数密古門館のベルンハルト・フォンリンデナウが代わりに、司さどった。晩年のフリードリヒは、言語能力をほぼ完全に失い、身振り手振りのみで周りと、一疎通をしていた。公爵自身が回収していることが原因で、フリードリヒの統治は広告に、宗教問題を持ち込むこととなった。フリードリヒ四世の治世中、宮廷では、 故商談やこの得体が解散された。フリードリ・ヒ四世は3年間統治したのみで、子供もなく死去した。公爵位を継ぐ以前に、罰子の手当金を支給されていなかった。彼は結婚もできていなかった。フリードリ・ヒ四世を最後に、ザクセン・ゴータ・タール・テンブルク家は断絶した。ザクセン・ゴータ・タール・テンブルク公国は同じエルネスティン家、ベッティン家の親戚による分割相続によって消滅し、 旧広告の一部から新しく、ザクセンコーブルクゴータ広告が成立した。ありがとうございます。